清太郎の海賊ラジオ、ちょっと立ち話始まりました。清太郎を電話します。今気になっている方に電話をつないでお話を伺っていこうということで、今回は新潟県からアルビレックス新潟フォワードあの田中達也選手、電話つながりました。たっちゃん、ご無沙汰しております。お元気ですか？はい、お久しぶりです。元気です。声変わりませんね。そうですか。まるでね、はい、22歳よ。いやいや、もう38なんで、今年で9なんで、もう。あ、そうなんだ。ということは、新潟に行って、もう8、9年 ?9 年目ですね、今年。9年目。はい。レッズは12年間だったよね。レッズ12年間ですね。だからまあ、レッズにいた期間と同じぐらいになってきましたね。もうだいぶこっちでもお世話になっています。新潟の町やすかい馴染んだと思うんですけれども、はい、新潟の方々の、良いところってたくさんあると思うんですが、立ち会い一番嬉しいのはどういう時ですか？そうですね、まあ浦和ともちょっと同じかもしれませんけど、いや街中とかで、はい、声かけられたりすると、あ、もっとやんなきゃなって、もういつも思ってます。そうだよね、一番あの力強い声援なんだよね、街中で声かけられるのはね。はい、やっぱりスタジアムとかで応援してくれるのももちろん嬉しいですけど、はいはい、街とかでこう生の声というか、ええ、そういう声を聞くと、うん、はい、とても嬉しいです。で、もうそういう声に励まされ、今年で39歳ということは、たっちゃんももうベテランになってきたんだけれども、でも声聞いたりしていると全然変わった感じがしないんで、なんかこう、はい、年を重ねるごとに年々サッカーっていうものにね、対して強くなっている、そんな手応えはどういう時に感じますか？まあ、手応えというか、やはり若い選手がいっぱい入ってきて、はい、そういう選手が元気よくプレーしているのを見ると、ええ、自分もそのベテランとか関係なしに、はい、練習からそのくらいの勢いでやらなきゃなというふうにいつも刺激をもらってます。そうだよね、たっちゃんがあの先輩たちに与えたものと同じだよね。はい、だからそうですね、その時は気づかなかったけど、逆の立場。そうなんだよね。はい、うん、だからそういう、あの頃の田中達也のような選手がどんどん生まれてくると、やっぱりそのチームもどんどん強くなっていくもんね。そうですかね。そうだよ。そうですか。うん、たっちゃんが先輩たちに与えた影響は非常に大きかったわけだから。いやいや、僕もその福さんとか井原さんが、やっぱり同じチームにいてくれて、はい、本当に成長できたと思ってますね。うん、そう、井原さんは特にあの寮に住んでたからね、たっちゃんと同じように。ああ、そうですね、はい、ね、寮生で、そうです、お風呂に一緒に入ってて、そうそう、いろんな話をしてもらいました。ね、だから今今度は井原さんと同じようなことをたっちゃんが後輩たちにする、順繰りが来たと思うんですけれども、そういう中で今のコンディションはどうですか？いや、もう怪我なく1ヶ月近い合宿を乗り越えることができたので、はい、まあ、順調ですけど、まあ、僕の場合もっともっと上げていかなきゃなっていうふうにも思ってます。もう一つね、今年レッズにね、大分から同じ名前の田中達也選手が入ってきてね、で自分の希望で背番号11番を、もらうということで、はい、たっちゃんはこの新しい田中達也っていうのはいいんだ、新しい田中達也とはなんか連絡取れたの？J2 の時に、うん、何回か写真撮ったり、そこで LINE 交換したり、っていうのもあるし、今回、あの、多分ちょっと記事にもなってましたけど、はい、11番を付けさせてもらいますっていうのをわざわざ、連絡もらったので、うん、はい、同じ田中達也として本当に注目して見てます。はい、この新しい田中達也、いいやつ？はい、めっちゃ、まあ、その、プライベートはそれなりに、そんなに知らないですけど、ええ、プレイヤーとしては、まあ、僕とはまたタイプが違った、本当に、スピードがあって、おうおう、うん、チェンダリングも上手だし、面白い、もちろんゴールもできるようなタイプだと思います。わ、ええ、かりました。みんな、最初のタッチャーに彼を重ねるんで、
いい意味でいいプレッシャー感じながら成長してくれればいいね。いや、もう僕よりももっともっといい選手になってくれると思います。何をおっしゃいますやら。私の大事な達也の一人の田中達也さんなんですから、もう一人は今活動中止していますけど、まあそれはそれとして、タッチャーの怪我がないように一年乗り切ってよ。はい、まずはそうですね、それを個人の目標として、はい、しっかり準備したいと思います。あのコロナ落ち着いたらね、新潟に俺の高校時代の親友が住んでるんで、遊びに行った時電話すんね。はい、はい、今日はどうもありがとう。はい、ありがとうございました。